白虎隊が、自決した、そしてお墓のあるところにやってきました。最後に生き残った白虎隊の死者は19人だったんですね。白虎隊死士の精神に深い感銘を受けたローマ市は、昭和3年ローマ市民の名をもってこの日が贈られた。この日の円柱は、石化港で、ベスビアス火山の噴火で埋没したポンペイの廃墟から発掘した古代宮殿の柱である。あ、これね。あ、ははは、奇跡表面にイタリア語で、文明の母たるローマは白虎隊勇士の遺列に不朽の敬意を捧げんがため、古代ローマの権威を表すファシスタ党章の、マサカリを飾り、永遠偉大の章たる千年の戸籍中を送る。裏面に武士道の精神に捧ぐと刻まれてあったが、第二次世界大戦後占領軍の命により削り取られた。あちらに19人の死白虎隊のお墓があります。ありがとう。ここまで来れて感謝です。いろんなところでお会いしましょう、皆さん。